はい、こんにちは。テレビ改革党、豊島区議会議員、靴田良二でございまーす。おとといの検査の後遺症で、咳がボン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 出てたんですけれども、昨日よりは、マシになってきております。酒は飲んでいいって言われてるんですけど、まあ、胃腸のあれでないんでね、全然ね。胃腸は、関係ないので、まあ、酒は飲んでいいって言われてるんですけど、熱出したり、咳出たりなんかしてると、酒飲む気にもなれませんね。まあ、嫌なことがあって、酒飲んでっていう、そういうのは、健康だからできたんだななんて今更ながらね、酒飲めてた自分は幸せだったのだななんて今思っております。例の3ヶ月住んでれば、留学生だろうが実習生だろうが、外国人に住民投票権を与えるというとんでもない条例を、考え出した松下玲子武蔵野市長、また燃料投下しておりました。産経新聞記事、外産権の代替として利用されかねないとの市民の懸念に対しては、論理の飛躍だ。同性でも離婚する人がこれだけいる中、夫婦別姓を実現すると家族が壊れると言っている人に似ていると揶揄した。あっすね、産経もですね、イラッとしたらしく、述べたじゃなくて揶揄した、ちょっと悪意を持って書いておりますね。まあ論理の飛躍、同性でもっていうのは、これは夫婦同性、まあ今の制度でも離婚する人がいっぱいいると、夫婦別姓を採用すると家庭が壊れる、家族が壊れると言っている人に似ている、それが論理の飛躍だっつってんですけど、ネットの反応です。うわー、頭いかれてる飛躍しているのは市長の脳みそでは、一見関係ありそうでない話をする奇弁。外産権と夫婦別姓をなんで同列に語るのか。こういう連中って必ず護憲、女系、LGBT、別姓、外産権がセット。セット。武蔵野市に外国人が集団移住。宮崎県のオウム村を忘れたのかよ。これはオウムの施設ができまして、住民の数より信者の数の方が多くなっちゃったっていうやつですね。そのうち慰安婦像が立つんだろう。外国籍住民を対象から除くことに合理的な理由は見出せない。違憲だぞ。憲法違反だぞ。そのうち外国人の犯罪は捕まえない。ってことになりかねんぞ。無法地帯ですね。これね、ゴッサムシティになっちゃいそうですね。武蔵野市ね。都議時代の松下の評判はですね、ヒステリック&エキセントリック。都議の中では最左翼だそうで、もう友達にしたくないタイプですか。なんせヒステリックでエキセントリック、何やらかすかわかんねえ奇抜な人らしいです。これは同僚の都議さんの、ポロって漏らしたやつなんですけどね。違う日本語を使ってるやつと思った方が良さそうです。夫婦別姓にすると家庭が壊れると言っている人と同じく論理の飛躍とか言ってるんですけど、実際壊れますよね、家庭ね。スターリン時代のソ連の例知らん、バカで低能無知なのか、こちらを騙そうとしている革新犯なのかって話ですけどね。夫婦別姓なんて土人国家しか採用してねえよ今時よ。日本をですね、退化させる気ですね、こやつはね。こういう連中って必ず護憲、女系天皇、 LGBT、 夫婦別姓、外産権がセットなのはなぜ。これね、連帯とか言ってよその活動の手伝いにも行くしね。これね、日本国を憎んでて、国家に逆らう私かっこいいって自己陶酔できるからだそうであります。他人を変えようとせずですね、自分だけ引っ越せばいいのにねそんなに日本国が憎いんだったらね。松下の応援演説に来るぐらい仲良しの方々はこちらです。まあ菅直人、地元が一緒で選挙区一緒で、まあ菅直人のマナ弟子、菅直人に弟子入りするとヒステリック&
エキセントリックになってしまうですね。菅直人もですね、安倍、元総理に詰められた時、新元数の署名の件について詰められた時に規制を発してその場を台無しにしてましたよね。これ枝野の来る演説会なんですけれども、真ん中に松下玲子の名前がありますね。こちらは蓮舫辻元も松下玲子の応援説に来ておりました。山田太郎も仲良しであります。まあ間違いなくですね、まあ国家破壊の革新犯みたいですね。無知でバカで低能じゃなくて、夫婦別姓やると家庭壊れますよ。実際壊れんですけどね。無知で低能でバカで知らないんじゃなくて、知っててとぼけてる革新犯と言えます。来てる面々からですね、武蔵野市のこの条例はですね、立憲や令和の重要課題なんでしょうね。これ人口15万の市長の応援にしては力入りすぎてんでしょ。この面々が来るってことはね、潰しましょう、そうしましょうってことで、議会事務局04226018883、議員全員にお伝えください。これ言わないと全員に伝わりません。文書にして議員にこういう意見が、こういう電話が何件ありましたって持ってってくれますんでね。平成7年2月28日最高裁、住民とは日本国民と解されるべきであると判決が出ており、この条例案はそれに反する、憲法に規定されている投票権は日本固有の権利に反する、外国人大量流入で帰化議員ばっか当選するようになっちゃうよ、今の議員は全員落選だよというね、大量流入した外国人がですね、武蔵野市を自分らに都合いい市に作り変えるからですね。それこそ慰安婦像が立っちゃったりですね、外国人は罪に問われないなんてことにもなりかねません。怒鳴ったりするとですね、大声で怒鳴って意味不明が3件とか5件とかあって、それが議員とこに文書で持ってかれちゃうんで、まあ丁寧にお願いします。電話した方によれば議会事務局の態度なんか悪いらしいんですよ。まあそういう場合は一括しても構いませんからね。なるほどなってね、大声出しても構いませんからね。最悪はですね、常に言いがかり、難癖、嫌がらせ、粘着する側なんで、それらに対する防御力は極端に低いです。他の左翼を見ていてもですね、自分がやられると、急にね、バタバタジタバタしだすっていうのがデフォルト。まさか自分らが攻撃されまいって思ってるとこは幼稚で未熟なんだよな。バカみたい、子供みたい、幼稚で未熟。追い詰められると規制を発するのも幼稚で未熟ですよね。なんか急に泣き出す子供みたい。まあ、菅直人しかり、松下玲子しかり、ひってないとヒステリックでエキセントリックとは言われませんね。まあ、靴沢の持論ですけど、左翼は甘え、どんだけ国家を破壊してもなんとかなるとか、自分だけはなんとかなるとか思ってやがんの。甘えだよそれ。生産には興味がなくてですね、他人が作ったものを横取りすることばっかり考えやがって、甘えてんじゃねえぞこの野郎、左翼この野郎、っていうのが靴沢の持論であります。さらに15日月曜日、午後4時半から武蔵野市役所で抗議凱旋あるそうです。主催は日本侵略を許さない国民の会さん。吉川忘れちゃった吉川なんとかさん、女性の方、吉川名前忘れちゃったな。まあいいや、吉川さん主催であります。19日の本議会に上程されるそうで、まさかその日に採決されちゃうのかなって、いぶかっておりますけど、疑っておりますけど、時間がありません。私も行きたいんですけど、あいにくその日病院です。治療のために病院にまた行かなくてはいけません。よかったら行ってあげてください。枝野幸男代表辞任記者会見。衆院選の敗因は実態以上に共産党と近しい関係と見られたことと言ってしまいまして、ネットの反応ですようやく俺悪くない、共産党と一緒くたにしたお前らが悪い今更それはないだろ、最後まで人のせい、何でもかんでも人のせい、やっぱりこいつバカだわ、
毒まんじゅう食べたの枝野じゃん。共産党に失礼すぎんだろ。選挙前は政権交代も夢じゃないとめっちゃウキウキしてたのに、結局自分は悪くないと終始言ってるだけじゃねえか。正直協力関係なのに、かばわずに足ざまに言う神経はすごい。近い関係じゃなく組んでただろう。同盟も当然なのに何を言い出すか。共産党のおかげでギリギリ当選できたんだから感謝しろよ。全く反省していないところに痺れないし憧れない。単独だったら議席増えてたみたいな物言いだな。これは共闘せずに単独だったら立憲ね、もっともっと議席減らしてたと思いますよ。枝野、共産党と組んだが組んだように思ったお前らが悪いってことですね。要するに、俺ら悪いの、俺ら悪いの、組んでたじゃん。だって、なるほどなるほどね。謝ったら死ぬ病気は本当だったな。最後の最後まで俺は悪くないっつってのが左翼ですよ。安住淳、連合より共産党のリアルパワーとか言ってなかったか。協力しても しまくってたのね。立憲と共産と社民と令和で、政策協議してですね、なんか合意書を取り交わしていただろうが、これが近しい関係でなくて何なんだって話。豊島区でもですね、都議選の時に立憲はね、都議候補出さないで共産候補の応援演説してましたよ。私議会でですね、共産党が革命を成功させたら全て奪われ家畜にされるぞって事実を言ったらですね、共産党の区議会議員が逆上してですね、私に対する嫌がらせのため懲罰委員会発議したんですよ。その発議にはですね5人必要だったのですけど、共産議員4人しかいなかったから、立憲議員のですね小堺と川瀬ってやつが名前貸して6人で発議した。あー、だからズブズブなんだな、その時思いましたけどね。小堺はですね、懲罰委員会質疑の時にですね、議員に権力があるとは私は思いませんとか言っちゃうクソバカ野郎でして、議員調査権ってものを知らんのかな。こんなバカが議員やってていいんだろうって呆れ果てちゃった覚えがありますけれども、大嘘つき朝日新聞調査、野党共闘を続けるべき 27%、 続けるべきでない 51%。 大嘘つき朝日新聞社説、衆院選でお灸を据えられたのは共闘した野党だったのかもしれない。選挙後に実施された本市の世論調査を見てそんな風に思った、なんて社説で始まってますけどね。ネットの反応です。かもしれないじゃなくてそうだっただろボケ。共闘でお灸据えられただろ野党もさ、共産も立憲も議席減らしてんだからその通りですよね。お灸を据える価値もない。お灸じゃなくて引導では、あははは。立憲共産一人負け、いやいや野党の自業自得、新聞テレビが呆れられたんだよ。新聞テレビが一生懸命応援してももう立憲も共産も増やせない、勢力拡大できない。新聞とテレビが影響力落としてますからね。我が人そもそもテレビなんか見ねえしね、新聞読まねえし。反省するなんて朝日じゃない。最近朝日の右傾化が止まらない。部数激減してコロナで本業の不動産も不振で一般人にすり寄ったんでしょ。国民からお給を据えられて部数激減している朝日、自民は嫌って人が立憲から維新に行っただけ。国民が望んだのは政権交代じゃなくて世代交代。C なんかいつまで代表やってんだって話だったのかもしれないとか言ってるけど、意地でも認めたくねえんだなこいつはな。これも左翼のですね特有のですね、謝ったら死ぬ病気にかかってますね。左翼は甘え、厳しく詰められると規制を発し、その場を台無しにする奇病も左翼の特徴、ガキンチョみたいで未熟で幼稚と、左翼は甘えであります。朝日も国民からですね、全身くまなくお給据えられて部数が絶賛激減中と、紙の新聞ほど環境に悪いものありません。知り合いでもし新聞取ってる人がいたらば、環境に悪いよ、森林伐採してって言ってですね、購読やめさせるように言ってください。生きてる間に私朝日と毎日の倒産が見たいんです。あと共産党の消滅が私生きてるうちに見たいんです。
なので皆様もご協力よろしくお願いします。よかったらチャンネル登録お願いします。デトックスジャパン。